甲子園で戦った2試合は一球の怖さ、そして甲子園で勝つ難しさを改めて実感しました。もう一度チームを鍛え直して夏再びあの舞台へ立てるように頑張っていきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。やはり君たちの高校生としてのプレーは三重県松坂、そしてまたこの三重高校に大きな力と未来への夢と、そして選手宣誓で言った笑顔を送ってくれました。本当にありがとうございました。ゆっくりと体を休めて、そしてまた夏に向かってスタートをしてください。初めて甲子園球場で試合をさせてもらったんですけど、皆さんの一文字の応援や声援で、本当にあの応援が僕たちの力になって、あの球場で試合をすることにもおじけずに全力でいつものプレーができました。本当にあの応援には全員で感謝しています。